はいどうも、今回紹介するのはですね、不死身のビートルです。はい、昨日公開したのはこっち、ビートル、まあカブトムシのキットですね。不死身の新しいシリーズという、新しいシリーズってわけでもないのかな、自由研究シリーズっていうやつの、生き物編っていうことで新しく出たカブトムシのプラモデルですね。これね、自由研究シリーズっていうの021っていう風になってるってことは、多分今までもいろいろあったんかもしれないですけど、自分ちょっとこのシリーズの存在知りませんでした。で、今回今その自由研究のやつで、自由研究シリーズの生き物編カブトムシっていうことで発売になってね、これちょっと注文いただいたやつなんですけど、台座、台座、2体分入ってます。あ、羽が半透明のクリアパーツ。これね、もちろんこのまま組んでもいいと思うんですよ。まあそれやっても組んでもね、大丈夫なように。うわー、ごめんなさい、俺俺ね虫ダメなんですよ自分ね、ほっとね、虫ダメなんですけどこういうね、お腹のね、ちょっとごめんなさい、しっかり見れないほんとね、自分ね、小中高とずっと、まあ虫嫌いなんですよ。虫ダメなんですよ。で、小学校の時のね、こう縦割り学級みたいなやつでね、やっぱりそのね、虫取りしましょうみたいな時があったりとかしたんですけど、もう虫触れなくて、で、こう、ついたあだ名がね、虫嫌いの兄ちゃんでした。うわぁ。ちょっと画面の方でね、お楽しみください。自分ちょっとこの細かいことはちょっと差し控えさせていただきます。うわー、足とかも、これスケールとしては1分の1っていうわけではないと思うんですよ。1分の1なのかな。このまま組んでももちろんそのカブトムシのね、感じで出せるっていう風にはなってはいるんですけど、甲虫らしさ、要はカブトムシの、その何、実物っぽい感じで作ったりとか、その塗装したりするのもね、難しいかな、難しいですけど、そういう楽しみ方もできるんじゃないかなと思います。うわー、これ腹の造形がちょっとごめんなさい、俺やっぱダメだな。題材用シールですね。カブトムシ。これ、メスでも作れるのかな？オスメスで作り分けできるとかあるんですかね？二体セットなんですよ。接着剤はいらないのかな？うわ足。接着剤なしでできそうですね。こう、ボールジョイントで、組み立てできるような感じになってます。でもこれやっぱオスしか作れないんだな。っていう感じですね。角、頭、足、羽が稼働します。かっこいいポーズを取らせて遊ぼう！虫ダメなんです、自分。うわ、いや、わかるんですよ。カブトムシなんですよ。カブトムシって結構ね、子供のヒーローみたいなところあるじゃないですか。カブトムシ、クワガタとか、ね、その辺とか、バッタ、トンボ、チョウチョ。俺ね、チョウチョとかは、見るのはまだいいですけど、触れないっす。ほっとね、虫嫌いなんですよ。思ってたよりね、想像してたよりもね、結構ね、細かい感じですね。もうちょっとね、デフォルメされてる感じかなと思ってたんですけど、この羽の時点でね、あ、まだこれぐらいなら大丈夫かなと思ってたんですけど、腹の造形がやばいな、これ。はい、レビューになってないと思いますけども、2体セットです。
2体セットで定価が1800円ということでね、次ね、これご注文いただいている方からね、クワガタの注文もいただいてるんですよ。クワガタということです。まあね、小さいお子さんとかでね、まあこういうのをね、買い与えてあげたりとかしてね、プラモデルの楽しみみたいなね。今カブトムシとかって、まあ自分が住んでるね、高山みたいな山とかだとね、そんなそのカブトムシが珍しいとかっていう感覚はないですけど、やっぱ都会の方とか行くとね、カブトムシ、まあいろんなね、カブトムシも種類がありますけど、なかなかね、こう、地域によっては実物を触ったりとか、見たりとか、あとなんか、まあやっぱりこう、カブトムシのね、売買されてるっていう話は知ってはいますけど、そういう風だったりとかもしますんで、で、やっぱり生き物だとね、餌を与えたりとか、いろんなね、お世話したりとかする必要がありますけど、こういうのでね、カブトムシ欲しい、カブトムシ欲しいっていうね、お子さんがもしいらしたら、こういうので、ごまかすって言うとあれですけど、うまいことね、逃げるのもありなんじゃないかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。